さあ本日のラジアカ公開収録のスペシャルゲストでお越しいただきましたナジャ・グランディーバさんです。どうもナジャですよ、よろしくお願いします。いやナジャさん今日はありがとうございました。いえお疲れ様でした、ありがとうございます。いやいかがでしたか。いやまずそうはね、いかがでしたかってその公開収録って、うんうん、あれですよね、公開収録もなかなかできなかったですね、ああいった感じの。あそうやね、うん、なんか公開収録、お客さんがまず、うん、いわゆる観覧みたいな人があんだけ揃ってるっていうの自体が、うん、久しぶりやったから、そうですよね、うん、それはね、なんかあ、嬉しかった、うんうんうん、ですよね、うん、いやで今日もあのたくさん現役の子もいましたし、そうですね、もう本当にナジャさんずっと追っかけていらっしゃるファンの方もいらっしゃったし、そうなんですよ、なんか、うん、うちは持ってる方とかね、いやすごかった、はい、私のうちはとかとかの欲しいものをずっと掲げていらっしゃる方とかもいらっしゃって、年齢層が割と幅広かったですねだからね、そうですね、うん、でもなんか質問コーナーをねさせていただきましたけど、その中には現役生の子でラジオを聞いているっていう子もいたし、いやそうなんですよ、嬉しいですよ ね、若い子がラジオを聞いてくれてるっていうのはすごく嬉しい、うんですよね、うん、そうあの実は、まあ、クリアランスも今このラジアカっていうのもずっとさせてもらってて、あのラジオ結構大切にしてて、まあ、僕たちも大好きなんですけど、はいはい、ナジャさんも結構ラジオのイメージありますよね。あそうですか、うん、私はね、いやラジオテレビも多いんですけど、うん、多いんですけど、でもやっぱ素のナジャさんが見えるのはラジオかなみたいな。あそうですね、うん、そこはやっぱ一番素でやらせてもらってる。そうそう、なぜかっていうと、うん、メイクしてないからね、ラジオの時って。そうか、顔が出ないから、はい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 、ノーメイクでやってるから余計にこう、うん、素のままやれちゃうというか、素になっちゃってるんですよね。なっちゃってるんですね、うん、そうか。でもなんかその使い分けがいろいろあるところが、それもまた魅力なのかなと思って聞いてるんです。まあ、そうだね、使い分けっていうか、なんか使い分けてるのがあるかな、ちょっとだけあるかもしれへんね。うん、でも司会進行うまかった。本当ですか、うん、もうドキドキしながらやらせていただいたんですけど、いやいや、なんかそんなドキドキ感もなかったし、あのすごいスムーズで、うん、言っていただけると。でディナーショーの司会できますかね。全然いけるよ。本当ですか。だからディナーショーはでも司会よりもやっぱり一緒になんかコラボしたい。そうなんですよ、今日クリアランスもですね一曲一緒にさせていただいて、うん、そうそうそう、以前あの名古屋ブルーノートでね、うん、ご一緒した時も、うん、もう無茶振りでアカペラをしてくださったんですけど、今日もね、一緒にやってみまして、いや、久しぶりやったけどバッチリやったね。いやもうそう良かったです。本当にリハで1回しかやってないんですね。やってないのに、ね、あんなバッチリ合うとは思えない。いやまたご一緒したいなって、なんか気持ちよかった。あ本当ですか、うん、いや本来は私だから、うん、その今日もねその、うん、公開収録で言ったけど口パクでやってるやん。あそうですよね。ただやっぱ人前で歌を歌うっていうのは気持ちいいのよ、うんうんうん、なんかディナーショーでも1曲だけいつも歌うコーナーがあって、はいはい、やっぱそこが一番やっぱ気持ちよかったりするから、はい、やっぱ歌うっていうのはね、なんかもっとやっていきたいなとはちょっと思ってる。本当ですか。これはもうぜひコラボのチャンスありますね。ありますね、これね、うん、いや嬉しいな。あとあのうちのあの三浦がプレゼントさせていただいたイヤリング、そうなんですよ、いかがでした。いや全部3つとも素晴らしかった。よかった、ま、っ皆さん、あの大きいのを私がしてるっていうの多分、はい、いろんな写真とか見て多分情報を得たんやと、はい、そうです。大きさがまずもう完璧でした。よかった。あとはそのいわゆるシーンによって使い分ける、はい、ちょっと冬物だったりディナーショー用、うん、でこうシュッとしていわゆるテレビ用とか、はいはいはい、3パターンちゃんとこう被らずに、ね、完璧なプレゼントセンスでしたよ。もうね、練習も、まあ、一応やってるんですけど、うん、今週ね、ほぼほぼなんか寝てない寝てないばっかり言ってたんですよ。緊張もありの、あとプレゼント、うん、楽屋弁当、なんかもう、ね、みんなでいろいろ考えて、はい、もう緊張感がすごく、はい、なって あったんですけど、うん、はい、なんとかクリアのその気持ちはお伝えできたかなと思います。いやいや、もう楽屋飯もそうでしたし、はい、プレゼント、そして大きい花束までね、大きい花束すごかったですね。すごかったですね、これぐらいあったやばい、まあね、今まで花束結構もらったけど、今までで一番大きかった。いや、一番すごいですね。大きい花束で20キロぐらいあったね。あったかもしれないですね、本当にね、20キロぐらいあった。
いやー、うん、本当にもうあっという間の時間で僕たちも楽しませていただきましたし、久々に共演させていただきまして本当に嬉しかったです、はいはい、またぜひよろしくお願いいたします。どっかでコラボしましょう、はいはい、ぜひよろしくお願いします、ね、ということで、今回の公開収録スペシャルゲストナジャ・グランディーバさんでした。ありがとうございました。どうもありがとう。